まずは。It's a good turn from Osako. What a shot! That was hit with some venom. ドイツでここまでリーグ戦全試合出場している大迫勇也。レギュラーをつかんだ今シーズン、サポーター投票によるクラブ月間最優秀選手に初めて選出。さらに所属クラブが出す雑誌の表紙も飾り、全てを持ち合わせた選手と評価されるまでになった。その活躍が認められ、1年半ぶりに代表に招集されると、復帰戦でいきなり2ゴールを決め、一躍日本の救世主に躍り出た。続くサウジアラビア戦でも圧倒的存在感を見せる。前線で激しく動き、体を張って攻撃の起点となった。鹿島時代の先輩中田は、大迫が日本代表に新たな武器をもたらしたという。ドイツでやってた経験でサウジアラビアのディフェンダーとかもそんなにこう強くなかった。あんまり強くはなかったですね。体はでかいけど押したら意外と軽かったりしましたね。あそこのためっていうのが今までそこまでなかったと思うんだよね。ハリルのサッカーとしてはやっぱり前に前にっていう意識が強かったし、そこで一辺倒に終わってたのが、サコが収めることによってまた中盤とかが違う動きができる。あそこまで背負えるフォワード、まあ初めてぐらいに見たな。自信はありますね今。ドイツでやってても失う感じはしないんで。海外に出て3年、ドイツの屈強な相手と戦う中で意識させられたことがある。ドイツ行ってから戦って、まず泥臭くやることをまずプラス、初めてそこに技術がつくのかなっていう。泥臭く、そう、なんか激しくボディーコンタクトのところとか、そこでまず負けないようにすることはすごく考えてるかな今。コツとかある？本当感覚ですよ。来る、あ、いるなとか思った時に早めにちょっと当てたり、体を感覚っす本当に。手で触って、まあ、それがやっぱドイツでこう経験してきたもので、重心のその低さとか、ってことなのかな。重心の低さってことなのかな。力を入れすぎず、力を入れすぎず。やっぱり向こう行った時とか最初力入れてた、はい、全力でこう背負って。力入れすぎたら逆に衝撃がすごくなるから、ちょっと押されて軽くクッションというか力抜いて、それは考えてます。ドイツで磨いたポストプレー。そのドイツに大迫が理想とするプレイヤーがいる。すごいなと思うのはやっぱレバンドロフスキ、すごいですね。お、一緒に戦ったりしたけどやっぱりすごいですね。ブンデスリーガ2度の得点王に輝いたレバンドフスキ。ポストプレーはもちろん、どんな形からでも点が取れるドイツ王者バイエルンの絶対的ストライカー。実際に対戦した大迫は本人のプレーを間近で見て、背負うのもうまいし、何でもできる。飛び出しもうまいし、パスも出せるし、まあ、ゴール前の存在感、そうだね。じゃあやっぱあれが理想の。そんな体もごついわけでもないし、でもやっぱ強いですからね。すげえなって思います。ドイツの地で覚醒した大迫だが、久々の日本代表ではトップ下で出場した清武の存在が大きかったという。ずっとやってたんで昔から、キヨ、うん、君のことはすごい分かるし、僕が出ることで多分キヨ君もすごい生きてくるし、両方多分生きると思うんで、だから好循環というか感じでできてましたけど、同世代で
常に一緒にプレーをしてきた大迫と清武。代表復帰戦では清武のアシストから2ゴールを決め、息の合ったプレーで結果を残す。そして続くサウジアラビア戦ではこんなやり取りも。まあ、試合前とかなんかいろいろこう話、2人で話し合ったこととかあった？俺らここでやんないとやばいっしょみたいな次絶対出なくなるから頑張ろうぜみたいな。それだけ？そう、プレー面に関してこうやろうとか。いつも通り、いつも通り、じゃあお互い見てみたいな感じですね。2人の連携から幾度となくチャンスを演出したサウジアラビア戦。清武、大迫、原口、チャンスだ。清武がフリーだ。シュートでいった。さあ日本、大迫、ペナルティーエリアの中、清武、大迫、よし、呼び込んでシュートは打てるか。クロスを選択した。2人の関係はデータにも表れている。司令塔の清武が一番パスを出した選手も、一番パスを受けた選手も大迫だった。やっぱ迫は周りを使う選手なのかな、使われるっていうよりも、まあ両方なんだろうけど、まあ、清に ね使われるのもそうなんだけど、迫が動くからこそパスが出てくるとか、しっかりと背負って起点作って、で周りを使ってゴールに入っていく、それが一番理想なんだろうな、迫にとって一番調子がいい時はそうなりますからね。うん、日本代表に新たな可能性を見出した大迫のプレー、進化を遂げたその姿に先輩中田が感じたこと。どこが成長したって、ゴールに向かう姿勢が一番成長したよね。それがこの前の代表戦とかで見て取れたかなと思うんだけどね。点取りたかったですね、やっぱり。はい、やっぱ点取りたいですよ。うん、やっぱ点取って終わりたかったですね。あいつ全然悪くないのに点だけは取るから変えられない選手っているじゃないですか、やっぱ結構、うん、最後の何かしそうだから残しとこうみたいな選手。そうだね、そういう選手にならないといけないですよ、ね。うん、ワールドカップを決めるゴールを佐合が取ると、取りたいですね。そこは譲れないと。はい、代表でもちろん点を取らないと生き残っていけないんで、うん、頑張ります。